皆さんこんばんは、クラウンポップです。はい、今日はね、1月1日の配信予定だったものの振り返となっています。ちゃんと見てくれたら嬉しいです。はい、そして新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年でね、8周年をクラポは迎えるわけなんですけど、8周年をね、迎えるにあたって、いろんな話し合いもしてきましたね。そうだね、なんかこんなライブがしたいとか、こう未来についてだったり、たくさんいろんな話をしました。もうこんなにも8年という長い時間をここまで走ってこれたのは、紛れもなく応援してくださっている皆さんのおかげだと思っております。ただ、もっともっとたくさんの方々に笑顔や幸せを届けたい。私たちを見て皆さんの生きる活力になってほしい。そう言いながらも、私たち自身がどうしていたらいいのか、何が正解なのか分からなくなってしまい、皆さんの期待に応えられず、このままクラポを応援していていいのかなと不安にさせてしまいました。このままじゃダメだと分かってはいるのに、私たちがクラウンポップですと自信を持って胸を張って言うこともできず、強みもなく胸を張ったコンセプトもなく、私たちはどうしたらいいのか少し立ち止まってしまいました。それでも皆さんの心に寄り添えるグループでありたい。私たちがここで歌うことに意味がある、そう信じて、みんなで話し合いを重ね、立ち止まった足を歩き出そうとしています。2023年のクラウンポップは、夢への一歩へ近づくために、その夢を皆さんと叶えるために、私たちは生まれ変わります。何年かかるか、そんなことはわからないけど、また立ち止まってしまいそうになった時は、皆さんを思い浮かべて、今度は皆さんと一緒に歩いていきたいです。なので、今は胸を張って、私たちクラウンポップについてきてください。私たちの目指す壁はとっても高くて、すごく分厚くて大きな壁ですけど、今の私たちならできると信じて、ここで宣言させてください。はい、私たちクラウンポップは横浜アリーナでライブができるグループになれるようにステップアップを目指します。はい、これはね、去年からいろいろクラポの未来に向けての考える機会が増えていって、その中で私たちがどのステージに立ちたいのかをね、それぞれ話した時があったんですけど、その時全員一致で横浜アリーナと名前が挙がりました。横浜アリーナは私たちがスタプラフェスだったりとか、アットジャムのフェスだったり、そして桃色クローバー Z さんの佐々木彩香さんのバックダンサーとして何回かステージに立たせていただいたところでもあって、すごく思い出のあるところです。そして私たちはそのステージに立たせていただくたびに、何度も何度も素敵な景色を見させていただきました。そのたびに私たちだけの力でもこの景色を作り上げたいなとか、ポッパーさんと一緒にこの景色を見たいなっていうふうに思うようになって、何度も立たせていただくたびにその思いは強くなりました。私たちは今までにこういうふうに横浜アリーナに立ちたいとかいう目標をしっかりと皆さんに伝えたことはなくて、それこそこういう思いを話すこともなかったので、なんて言うんだろうかな、そういうどこを目指しているんだろうってなっちゃったりする方もいただろうし、それこそこの発表をするのもどう思われるんだろうかなっていう不安もあったりしたんですけど、この今の5人のメンバーと、そしてマネージャーさんとなら、この夢を絶対叶えられるっていうふうに思うし、
そして今応援してくれるポッパーさんや、これから出会って応援してくれるポッパーさんみんなと、これからも同じ歩幅で歩いていくためには自分たちの言葉でちゃんと伝えることが大切かなって思ったので、こうやって今伝えさせてもらいました。そうですね、私たちがこの目標にした横浜アリーナをポッパーさんでいっぱいにしたいという目標は、ただいっぱいにするんではなくて、それこそ来てくれたポッパーさん全員をね、こう一人一人に愛を届けて笑顔を 500% にしたいなって思ってます。そして本日よりクランポップのキャッチフレーズが一新されます。はい、こちらはですね、実際に見ていただいた方が分かりやすいと思うので、早速挨拶をさせてください。あなたの王冠をつかみに来ました、私たちクランポップです。よろしくお願いします。はい、ということで、今までは芸能界の王冠をつかむのは We are Crown Pop というキャッチフレーズで活動してまいりましたが、それキャッチフレーズがいつからか、なんだろうな、独りよがりのように感じてきてる部分があって、それの思いがますます強くなってきたことや、あとは私たちの活動方針だったり活動に対する思いだったりが、このキャッチフレーズとは合ってないのではないかという話になり、みんなでまた話し合いをしたりして、そこでみんなの思いが一緒だったこともあり、今回変更することになりました。このキャッチフレーズとともに、今後もっともっと皆さんに寄り添えるグループになるように、今後とも走っていきたいと思います。はい、そして、私たちの夢である横浜アリーナを目指すために、今目の前にあるライブで来てくれた皆さんを満足できるライブを作ることをここに宣言します。来週からはね、最初で最初の東面ハーツアー2023が始まるんですけど、まだね、全公演チケットが残っていますので、今この画面を見てくれている皆さんに絶対絶対に来てほしいです。私たちは絶対後悔させません。皆さんよろしくお願いします。お願いします。そして、今年はね、先の予定もちょっともうすでに決まっておりまして、うん、はい、発表していいですかね。皆さんも準備はいいですか。いいですか。いいですか。いいよ、聞こえてくるよ、なんか。いきますね。こちらになります。じゃーん。はい、なんと8月には、結成8周年の単独ライブを行うことが決定しました。ありがとうございます。はい、横浜アリーナという夢に、近づく大きな一歩として私たちも頑張りたいんですけど、皆さんに、楽しく、皆さんと一緒にね、楽しくライブができるように頑張るので、ぜひ来てほしいです。よろしくお願いします。お願いします。そしてもう一つお知らせがありまして、こちらもいいですか。いいですよ。こちらになります。じゃーん。なんと12月28日に再びゼップダイバーシティにてライブをすることが決定しております。はい、このステージは一度、立ったことがあるステージなんですけど、その時はちょっとこう悔いが残るステージだったんですけど、もう一度、チャンスをいただけるということで、皆さんと一緒に楽しみたいと、思っております。そして絶対に後悔させないライブにしたいと思っているので、よろしくお願いします。お願いします。はい、大きな夢である横浜アリーナに立つために、皆さんと一緒に素敵な景色を見るために、必ず成功させたいと思います。そしてまずは明日のライブを皆さんと一緒に楽しみたいです。はい、明日横浜アリーナにてスタプラアイドルフェスティバルが開催されます。私たちが横浜アリーナを目指すその第一歩として、会場に来てくださった皆さん一人残らず幸せにして帰りたいと思っています。そのためにですね、ちょっとまだクラポのことをあまり知らない方も見てくださっているかもしれないので、ちょっと明日のセットリストをね、少し皆さんにお伝えしたいと思うんですけれども、これはいいですか。いいよ。はい、明日タケノコニョッキという曲を横浜アリーナにて披露します。そのサビをぜひ皆さんと一緒にやって楽しいライブを作りたいと思うんですけど、まだどんな振りかわかんないよというそこのあなたのために、一発で振り付けがわかる動画を撮影してきたので、そちらをご覧ください。どうぞ。ニョキニョキタケノコ、イチニョキニョキ
すぎにょ。そんなこと言っている大人も昔は私と同じタケノコにょ。ヘイタケノコ、混ぜタケノコか。どうせ芽は出さなきゃならないんだぜ。ヘイタケノコ、混ぜタケノコか。ほんならそろそろやりますか。ブーちゃんと見ているから一緒に全力出そう。君が楽しいと嬉しいな。高み目指すのだ。もっとニョキニョキニョキ。皆さん覚えられましたか？ニョキニョキ。二人でね、右左にこう手のひらを合わせてタケノコのポーズをするところがあるので、うん、みんなと一緒にこれをやって明日楽しいライブを作り上げたいです。これから変わっていくクラウンポップを明日まずは横浜アリーナで目に焼き付けてください。皆さんがニョキニョキしてくれるのをステージから楽しみにしております。お願いします。お願いします。ところで、うん、今日さスタプラフェスのリハでさ、うんうん、横浜アリーナに実はいるんですよ。そうなんですね。そうなんです。そうなんです。白髪目だもんね。みんなでさ、ちょっと会場見に行かない？行きたいよ。よし行こう。行こう。実際にさ、ないか2階の一番前とかあるけど、本当の一番後ろってないよね。ないね。やばい、意外と緊張してるかも。こんな感じ見たことない。この正面の舞台、どこだろう。あ、いや、そこだ、これだ。ちょっとなこっちが斜めっぽい感じ。これどうやって見るんだろう。やばい、え、だから開けてます。えぇ、めっちゃ開けた。最年長がね、ここやっぱ2個あるかな。2個行く、開く、両方行く。あ、行かない。行かなかった。行かなかった。ありがとう。わー。すごい。入っていいの？え、初めて。いいんじゃない？入っていいの？いいよ。いいよ、先に。失礼します。失礼します。やばい。すごい。すごい。いや、力みたい。ね、あ、そうだね。上もすごいね。すごい、上もあるのか。上ってこういう感じなんだね。ね。なんかもう青すぎて多い。確かに椅子で青いよね。なんかこんなに人っているんだなって感じする。すごい、なんかこの奥までそこから届けるのが、だいぶ距離あるもんね。そうだね。私は他のアーティストさんで横アリに観客として来たことがあるから、なんか改めてこうバーッと見渡せる感じ、アリーナだなっていう、おかわりだなっていう。いっぱいにしたいよね。いっぱいにしたい、おばあさんで。頑張る。頑張る。なんかもうちょっと前行ってさ、下から上見てみない？確かに。見てみようよ。ちょっとだけ、ちょっとだけ。そうそうそう。失礼します。すごいね。広いね。椅子こんな感じなんだ。人が入ったら変わるんだろうな、こういう景色も。よいしょ。そうだね。確かに、いっぱいあれか。この辺。そっちよ。こんなに後ろ席あんの？すごいね。何でさ、あれだって。一番後ろから見てみたい。ね、すごいね。確かに。いっぱいあるよ。あそこが一番上だもんね。あそこに。そうだね。え、すごい。遠いな。でもさ、来週で踊った時はさ、そっちだったもんね。そこだもんね。この辺までは来たよね、来週ね。あ、来た来た来た。でもやっぱさ、人がいる状態とさ、こういう空席の状態ってさ、全然違うしさ、実際に人が入ると考えるとね。そのさ、この全体に響かせられるさ、歌とかさ、ダンスをさ、身につけなければいけないから。そうだよ。頑張ろうね。頑張ろうね。すごいよ。だからもう、動きだよね。そうだね。近いね。近いよ、すぎる。ちゃんと美しいんだよね。
横浜アリーナにダンスだー。